血は止まっている。命に別状はないはずだ。そうか。手首に付着した血液を調べた。間違いなくカノのものだった。それなのに外傷はどこにもないんだ。君の首についたものと同じ症状だと思う。意識は？私にわかるのは、これはもう私に治療できる範疇ではないということだ。今まで何をしてきたんだろうな。妹を救うなんて言っておきながら、何一つできなかった。こんな日が来ることをずっと恐れていた。それでいて、今、ほっとしている自分がいるんだ。もうこれで、カノも私も苦しまなくて済むと。行くぞ。どこに？決まってるだろう。もう一度神社に行く。カノを取り戻すんだ。どういうことだ？わからない。わからないが、これは俺しかできないことのような気がする。姉はどこだ？一番奥だ。これか。羽が光ってる。私が見たときはこんなことはなかった。これは羽じゃない。これは。どうか私の話をお聞きください。私は名を白穂と申します。その年の秋は、それは美しかったのを覚えています。夫は腕にヤクモを抱いていました。初めて授かった子でした。母から聞いた子守歌を私は歌って聞かせます。そうするとむずかるヤクモは泣き止むのです。なのにこの日は違いました。真っ白な羽が夕焼けの中をゆらりと落ちてきました。私は羽を捕まえ、ヤクモに手渡してあげました。羽が輝きました。きっとこの羽は神様がくださったお守りなのでしょう。私は羽に願いました。この子が健やかに優しく育ってくれるようにと。異国との戦が始まりました。村の男たちは一人残らず駆り出されていきました。私の夫も連れて行かれ、戦が終わっても夫は戻ってきませんでした。あの人が帰ってきたら着物を繕ってあげよう。あの人の好物を作ってねぎらってあげよう。叶わぬ夢であることは分かっていました。それでも私は待ち続けました。ある日、お役人が村を訪れました。輝く羽を拾った者はいないか、そう聞き回りました。羽は汚れたものであるから、触れた者は名乗り出よ、そう命じました。私は夜のうちに村を離れました。幾日も山深い道を歩きました。私たちを受け入れてくれる土地がきっとどこかにある、そう信じて旅を続けました。そうしてこの村にたどり着きました。穏やかな村でした。
ここでなら新しい暮らしを始めることができる。ヤクモと二人で幸せに暮らすことができる。それなのに。峠は越えた。じきに熱も下がろう。しかし村の者たちはあなた方親子が疫病を持ち込んだと考えておる。そんな。あなた方をここに招き入れたのは過ちだった。この社に祀っている神はこの土地に災いをなす者に印を与える。印。ちょうどこの子の腕のあざのように。この子は疫神などではありません。村の者たちはそうは思わん。この子のあざのことを知れば神に差し出せと詰め寄るだろう。この子を煮えにしろというのですか。この子は私の命です。諦めなさい。そうでなければもろともに殺されてしまう。ならばいっそ私の手に。できません。私にはできません。我が子を殺す母がどこにおりましょう。我が子が疫神だとしても、たとえ我が子が世を滅ぼすとしても、我が子を殺す母がどこにおりましょうか。私が身代わりになります。どうかこの子だけは、この子だけはお助けください。お母さん、お母さん、どこ？ここですよ。お母さん、食べたいものある？もうお腹いっぱい。欲しいものある？ううん。もっと風船欲しい？心配してるから。ポテトもいるから。ポテトも心配してると思うから。それにね、好きな人ができたの。ちょっと変わってるけど優しくしてくれるの。女の子を探してるんだって。空にいる女の子。その子がね、私だったらいいなってちょっと思ったけど、でも違うみたい。辛いのなら私と来てもいいのよ。あなたはいつまでも甘えん坊だから、私と一緒にいつまでもいていいのよ。ね、お母さん。なに？ありがとう。私はお母さんのことをよく覚えてないけど、私のためにお母さん長生きできなかったのかもしれないけど、私を産んでくれてありがとう。それだけ言いたかったの。カノ、あなたには羽はないから、辛くても空には来られないから、そこで幸せにおなりなさい。来るのが早すぎるんだ。ああ、貸し切りだね。それは甘いぞ。その声は。私に声もかけないで行くとはどういうことかな。だってお姉ちゃん仕事あるし。仕事があっても祭りには来るぞ。今は誰が客の面倒を見てるんだ。あ、バタガシ、すいません。一番大きな
菓子3つ。ピッタピッタ。あ、ポテトも綿菓子でいい？ぴったり。4つください。ちなみにお姉ちゃんのおごりだよ。仕方ないな。ちなみに君は自腹だ。俺に給料を払った覚えがあるか？ない。ゆえに俺には金がない。私の知ったことではない。ゆきとくん、人形芸すればいいんだよ。もうすぐ人がいっぱいになるからいっぱい稼げるよ。あれはしばらく休業だ。え？やめちゃうの？いや、また気が向いたらな。こういうところには諸場代というのがある。勝手に芸はできないんだな、国崎くん。まあ、そうなんだ。あ、あっち、飴細工やってる。行こう、ポテト。行こう。子供みたいだな。あの子の夢だったからな。家族みんなで夏祭りに来るのは。そうか。力は戻らないのか。ああ。あの時以来、どうやっても人形を動かせない。他のものでも試したが、何も動かせない。今までどうやってたかが不思議なぐらいだ。すまない。いいさ、もともとそのための力だったんだ。どういう意味だ？あのな、君はあの後3日間も眠り続けたんだ。あの子がどんなに心配したか本当に自覚しているか？もしも君が死んだりしたら、私は君を半殺しにしていたぞ。言ってることがめちゃくちゃだぞ。好きなものを残して自分だけさっさと死ぬなんて、私は決して許さない。きっと本当に危ないところだったんだ。俺の力では道をつなげるのが精一杯だった。だからカノは自分で帰ってきたんだ。あれ以上強く力を使おうとしたら、俺は跡形もなく消えてしまったかもしれない。あの羽みたいにな。結局あの羽は何だったのだろう。さあな。ただいまった。ピッタ。さて、私はそろそろ診療所に戻ろう。もう帰っちゃうの？私は正義の医者だからな。病に苦しむ人々を放っておくわけにはいかない。行くぞ、ポテト。ピコ。そうだ、お前をお供に任命する。ピコ。大事な役目だぞ。ピコ。では行こう。ピコ。あ、どうした？風船を一つくれ。一番大きい、あ、そこのピンク色で耳付きの一番豪華なの。はいよ。カノ、いいの？もちろん。わあ、ありがとうお姉ちゃん。夕飯は作っておくからな。屋台のものを食べ過ぎないように。さ、帰るぞ、ポテト。いた。夕飯は何がいい？こんなところがあったんだな。ここは知ってる人少ないんだよ。ね、ん？本当のことを言うとね、私も本当に魔法が使えるんだよ。このバンダナをユキト君の手首に結ぶの。そうするとね、この街のことが大好きになっちゃうの。それでね、ずっとここにいたくなるの。空にいる女の子のことなんてスポーンって忘れちゃうの。それでね、ダメかな。その魔法にならとっくにかかってる。え？あ、風船。空にはあいつに行ってもらおう。誰かを幸せにするためにあるんだよ。その言葉がもしも本当なら、俺の魔法は
きっとあの時に役目を終えたんだ。俺たちは子供の頃憧れた空を高く、どこまでも高く飛んでいく風船をいつまでも見ていた。